はい、どうもカゴタスです。ご視聴ありがとうございます。お知らせの方でですね、アップデートの内容が簡単に書かれておりましたけども、ディスコードの方が更新されておりますので、内容を確認したいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ上からですね見ていきます。2月4日金曜日からリリース1700日記念キャンペーンが始まります。期間中のログインボーナスで毎日10連ガチャチケットを獲得することができます。最大合計70連。はい、いいですね。で、また、リリース1700日記念のドリームポットガチャでは、アレッサンドロ・デレピ、や、反町和樹などが獲得できるチャンス。その他にもデイリーシナリオやイベントミッションも開催されるので、ぜひお楽しみください。ということです。はい。で、続けて、これがね、アップデートの内容になりますね。はい、見ていきます。こんにちは、タスクフォースチームです。2月4日にリリースするバージョン 5.6.0 のアップデート情報をお伝えいたします。ディスコードでフィードバックをいただいたものをいくつか対応しております。いつもフィードバックありがとうございますと。はい。じゃあね、詳細見ていきます。詳細ですね。まずね、感染者コメントの通報機能。オンライン対戦中の感染者コメントを選んで通報する機能を追加いたします。通報になったコメントは運営サイドで精査した後に対象アカウントの利用制限を行う場合があります。通報したコメントが直ちに非表示になる機能ではありませんのでご了承くださいというのが一つ目ですね。で、二つ目です。コマンド選択後のミニマップと選手情報表示。オンライン対戦のマッチアップ画面でコマンド選択後も、ミニマップと選手情報の詳細表示が開けるようになります。これ非常にありがたいですね。はい。続きまして、限界突破後の画面遷移。限界突破を行った後、能力上限突破画面に遷移するか確認するダイアログを追加いたします。ダイアログは能力上限突破アイテムがあり、能力上限突破が可能な選手の場合のみ表示されます。ということでね。はい。そこのね、育成の際のね、やりやすさが向上しますと。はい。で、さらに必殺技演出時の選手スキルマーク表示オンオフ。設定で表示有無を選べるようになります。オフにする場合、設定からゲームプレイで対象項目のボタンをオフに変更してください。まあ、要はあれですかね。画面上にもう必殺技を存分に楽しみたい場合にってことでしょうかね。はい。はい。続いて、チーム編成。画面の回収。潜在スキル一覧表示について以下を追加いたします。潜在スキル、括弧絆のほか、パラメーターダウン耐性、自動パスカット弱体化の合計値を表示。あ、これ、いいっすね。はい。デバフの数字とかもね、見れる。だから、要はあれですね。試合開始時に、バフ、デバフっていうところがね、表示されますけど、それが、チーム編成画面でも出ると。いうことですね。まあ、なんで自分で計算する必要がなくなるというところで、ここは非常にね、いいですね。はい。で、また、レーティングの追加、連盟チャットのコメント固定機能、低スペック端末のパフォーマンス改善なども対応いたします。ということで、まあ、いろいろと、回収がありますと、いった内容でございます。本日の内容は以上となります。ということで、はい。まあ、いくつかね、ありました。はい、ということでゲーム画面に戻ってまいりました。はい、アップデートの、まあ、今回はね、詳細について、ディスコードの方では触れられておりました。で、まずはね、この時間帯で本当に全部回収できるのか、まあ、もちろん、もうすでに、実施というかね、プログラム上できているものをただ実装するだけにはなると思うんですけども、これまでの、過去の経緯からすると、16時は、ちょっと怪しいんじゃないかな、と思っちゃいますね。はい。なんで、毎回、言ってますけども、ここのね、時間枠っていうのは、あらかじめ長めにとっても、そんなに別に、なんだろう、反感は変わらないと思うんですよね。むしろ、時間内に終わる方が、ユーザーにとってはメリットあると思います。で、この時間枠でちゃんとできますっていうのであればね、まあ、いいなと。いうふうには思っておりますけども、どうなんでしょうか。はい。で、先ほどのお知らせの方の読み上げでも、はい、確認していたところにはなりますけども、まあ、詳細がね、ちょっとわかりましたね。はい。まあ、レーティングの追加ところはあれですけども、チーム編成画面の回収。ここに関しては、
現状だと、絆の合計値というところは表示されるようになってますけども、これに今回多分デバフの数字、あとは自動パスカット強化の数値、こういったところが、反映されるということだと思います。なので、現状だとね、例えばです。わかりやすいところで、はい、こういったデッキを作ってます。はい。で、自分もここのね、デッキ名のところに、バフとデバフを実は載せたりしてもいるんですけども、絆は現状、ここで確認できますよね。ただ、デバフに関しては、この中では、わからないというので、まあ、毎回ここで、ね、じゃあこれは 3.5%、3%、こっちも、あ、こっちじゃないか。こっちですよね。3.5% ですよね、確か。はい。シュミット兄弟 3.5、3.5。はい。カーサグランデが4でしたよね。で、タイガーボランが 4.5。で、この場合は、ミサキくんが 5.5 とか、こっちじゃなかった。ね、こんな感じで。はい。あ、もともとこれちょっとカルツのやつがあれだったんで、今数字違ってますけども、という形で、計算をして、で、自分でね、あ、デバフこんぐらいか、というのを確認をしていたかと思いますけども、まあ、ディスコードの内容を見る限りでは、ここにそのデバフの値ですね。こういったところが表示されるということだと思います。はい。非常にわかりやすくていいですね。はい。で、まあ、ディスコードの方でここは詳細なかったですけども、黎明チャットのコメントの固定機能ですね。はい。まあ、なんかこう、重要なお知らせであったりとか、あと何でしょうね。まあ、例えば連盟対抗戦の時の指示とかね。チャットってやっぱりこう、スタンプとかボンボンみんな押すとね、流れていっちゃいますんで、まあ、そういったところを固定して、見やすくするというところなんで、まあ、ここはこれで、はい、まあ、非常にね、有意義なものではないかなとは思ってます。はい。で、アプリのパフォーマンス向上ということで、スペックが低い、端末であっても、まあ、そんなカクカクしないですよっていうことなんだと思いますんで、まあ、こういったところもね、ゲームを進める上では非常に、重要な要素かと思いますんで、これは、はい、ありがたいですね。はい。で、ね、試合中の回収というところで、コメントの通報と。まあ、ただ、これ、またね、通報するときのやり方も、ね、そのコメントを追ってって、タップしてっていうと、実際に自分がプレイしている最中だとね、なかなかそんな余裕もないと思うんでね、その辺がどうなんでしょうね。なんだろう、見ている人でもできるんですかね。例えば、観戦中の人が、なんだこれってなった時にそれを押して、通報ってね、やったりすることができるのかとか。うん。で、まあ、ここは、はい。まあ、ただ機能として追加されるという意味では、以前ね、ゴルコンの車、ライブ中にね、ま、いろいろとコメントが飛んできて、まあ、やっぱり不快な思いをされる方もね、出てきていたかと思いますんで、まあ、そういうところの対策にはなりますので、ここはまた、あれですね。その、ライブでのフレマとかがやりやすくはなるのかなということで、はい。とても良いかなと思います。で、個人的にはこれすごいありがたいのは、やっぱりマッチアップ中のね、相手のコマンド選択待ちの時にミニマップと、あとは選手詳細がね、確認できるということだったんで、必殺、自分がもう技選んじゃった後だと、相手のね、技の構成だったり、潜在スキルの内容を見直したり、あとはマップでね、次の展開考えたりというところが、ただ待ってるだけでね、見れなかったんですけども、やっぱこれ見れるようになると、次、こう、例えば取った後の展開、逆にね、取られちゃった時にどうするかとか、まあそういったところが、あらかじめ想定できるようになるので、これも非常に、やっぱり個人的にもこれは、ね、見たかったのにこうしても出てこなかったんで、ありがたいなと。思います。はい。大きなところではそんな感じですね。はい。で、あとは、キャンペーンですね。1700日キャンペーン。で、こちらに関して詳細。まあ、ここだと、ガチャの、内容とか、まあ、ざっくりとね、ログインボーナスとかありましたけども、毎日10連のチケットが、7日間もらえますということで書かれておりましたんで、
まあ、ただね、SSR 確定というわけではないですけども、まあ、毎日10連回せますよという意味では、はい、これはまあ還元策としてはとてもね、いいことだなと思いますけども、どうですかね、夢玉をいっぱいくれよというふうに思ったりもしますけどね。1700くれるとね、神なんですけどね。はい。まあまあまあ、そういうことです。はい。で、あとね、やっぱりタモツくんがこれもらえるっていうのは非常に、裾野を広げるというかね、以前のディスコードに、限界突破、やりやすい環境を作りますみたいなのがありましたんでね、まあそういったところが、まあ割とこう、実践されていると思いますので、取り組みとしては非常にありがたいなというふうに思っております。はい。そんなところですね。はい。まあ、あとはお知らせの読み上げとね、ちょっと重複しちゃうんで、これぐらいにしておきたいと思います。はい。以上、ディスコードの内容の確認でございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた。